2011年3月11日午後2時46分、宮城県沖を震源とするマグニチュード 9.0 の巨大地震が発生しました。東日本大震災。マグニチュード 9.0 は現在でも国内観測史上最大で、世界を見渡しても21世紀に入り、マグニチュード 9.0 以上を観測した地震は2004年のスマトラ島沖地震と11年の東日本大震災のみです。そして地震発生から約30分後、今度は10メートルを超える大津波が東北地方の太平洋沿岸部に押し寄せました。津波は30センチで人を押し流し、1メートルで建物を破壊するほどの威力を持ちます。そんなとんでもない威力を備えた大津波は、港の船を巻き込みながら防波堤を悠々と越え、陸地に入り込み、東北地方を中心に2万2000人余りの死者、行方不明者を出し、戦後最悪の被害をもたらしました。また大津波は東京電力福島第一原子力発電所を襲い、福島第一原発は全交流電源を喪失、炉心を冷却する機能が失われたことで核燃料が溶け出し、大量の水素が発生、1、3、4号機で水素爆発に至りました。水素爆発などにより放出された放射能は周辺地域を汚染し、人体に影響が出るということで、同原発が立地する地域および周辺地域は帰還困難区域、居住制限区域に設定され、住民は他地域に移動せざるを得ない状況となりました。そしてプロ野球でも地震発生の影響を受けて開幕が延期される事態に。あの大震災から10年、今回の動画は大震災時のプロ野球を振り返っていきたいと思います。地震発生。2011年3月11日午後2時46分に東日本大震災が発生。その時行われていたオープン戦4試合のうち2試合がすぐに打ち切りとなり、3月12日、13日に予定されていたオープン戦は全試合中止が発表されました。被災地を本拠地とする楽天イーグルスはこの時兵庫県でオープン戦を行っており、当時楽天の選手会長だった島元博星はその時の様子を、球団の方がすぐに家族に連絡してくれと書き込んできましたので、そのことで事の重大さといいますか鳥肌が立ちましたと話しました。その後関東地方に本拠地を構える千葉ロッテ、埼玉西武、東京ヤクルトは地元で予定されていたオープン戦を全て中止にすると発表。6日後の3月17日には12球団代表による臨時実行委員会が行われ、パ・リーグは周辺で液状化現象が発生した千葉ロッテの本拠地 QVC マリンフィールドと、施設が損傷した楽天の本拠地ケースタ宮城が使用できない状態となっていたため、開幕を4月12日まで延期することを発表しました。セ・リーグは予定通り25日の開幕を目指すとしたのですが、このセ・リーグの対応に世論は反発。セ・リーグ強行開催を指導した人物、巨人渡辺恒雄会長は待ち構えた取材陣の質問、パ・リーグは日程をずらしていますがに対して、勝手にすればいいだろパ・リーグは、こういう時に何もやらない方がいいんだと考える連中を勝手にしろ、そんなのに付き合ってられるかと吐き散らしました。しかし翌日3月18日文部科学省は NPB に対して、東京電力と東北電力の管内でのナイター試合と電力消費の多い東京ドームでの試合の自粛を要請。当時の東日本は震災の影響で計画停電を行うほど電力不足に陥っており、東京ドームでナイター試合をすると消費電力は一般家庭1000世帯分に相当します。また阪神新井貴浩選手会会長もストライキを辞さない構えで、セ・リーグの開幕延期を再度要望しました。これを受けて19日、セ・リーグも開幕戦を3月29日に延期することを発表するも、3日後の3月22日に当時の蓮舫節電啓発党担当大臣が NPB 加藤コミッショナーにセ・パ同時開催を要望。この要望を受け、3月24日にセ・リーグの緊急理事会が行われ、セ・リーグは開幕戦をパ・リーグと同じ4月12日からとすることを決定しました。この決定に伴い、当初3月25日から4月11日に予定されていた試合は全て9月20日以降に組み込まれ、 CS と日本シリーズが後ろにスライドされたことでシーズンが短縮されることはなく、予定されていた144試合は全て消化されました。東北楽天ゴールデンイーグルス。宮城県を保護地域とする東北楽天は本拠地ケースタ宮城が被害を受け使えない状態に。ケースタ宮城が復旧するまで主催試合は阪神甲子園球場ホットモットフィールド神戸で開催することが決定し、楽天は3週間他球団の本拠地を間借りしながら練習し、全国を転々としていました。楽天選手の家族の大半は宮城におり、一刻も早く戻りたい。ただその時、選手が大人数で仙台に帰る交通手段はなく、開幕が近づいていることもあって、なかなか東北に戻れない日々が続き、選手たちは複雑な心境でした。また楽天の選手たちは本当に今野球は必要なのか、そんな思いに駆られていたと言います。
楽天の主砲だった山崎武史氏は、正直野球なんかやっとっちゃいかんやろと。まずそれでしたね。野球をやっちゃいけないと思ったのは初めてだったので、その時野球を通じて被災した方を励まそうとかそういう風には全くなれなかったと当時の心境を語りました。楽天選手たちは自分たちは何ができるかと考え、オープン戦試合前には募金活動を行い、そして開幕前には一度被災地に戻りたいという選手たちの希望が叶って、開幕5日前に1回戻れることになり、東北の地に降り立った楽天ナインはあまりにも変わり果てた東北の光景を目の当たりにし、ただただ立ち尽くすのみでした。楽天選手たちは震災時仙台にいなかった後ろめたさ、一度も仙台に帰れていなかったことに罪悪感を感じていましたが、楽天の選手たちが被災地を訪問すると被災者の方々、子供たちは笑顔で歓迎しました。島選手会長は最初の挨拶で、地震が起きてから1ヶ月間、僕たち楽天イーグルスはなかなかこちらの方に足を運べなくて、みんな申し訳ない気持ちでいっぱいです。この場をお借りしてお詫びしたいと思います。すいませんでしたと謝罪。選手たちは炊き出しやサイン会、野球教室を開き、被災者を励ましました。島保氏はこの時のことを、逆に元気をもらった、本当に行ってよかったと語っています。そしてその後、4月2日から3日にかけて NPB はプロ野球12球団チャリティーマッチ東日本大震災復興支援試合を行い、4月2日札幌ドームで行われた北海道日本ハムファイターズ戦前に、島保氏は見せましょう野球の底力をの名台詞が含まれたスピーチを行い、多くの日本国民の心を動かしました。そして4月12日、 QVC マリンフィールドで行われた千葉ロッテとの開幕戦、島保氏の勝ち越しスリーランホームランでチームは勝利。4月29日には復旧した京産宮城で初めて試合が行われ、試合前には島保氏の感動的なスピーチが行われました。実際の音声がこちらです。本日はこのような状況の中、ここ京産宮城に足を運んでいただき、またテレビラジオを通じてご覧いただき誠にありがとうございます。球場に来るのが簡単ではなかった方、来たくても来られなかった方も大勢いらっしゃるかと思います。地震が起きた時、僕たちは兵庫県にいました。遠方の地で家族ともなかなか連絡が取れず、不安な気持ちを抱いたまま全国各地を転戦していました。報道を通じ被害状況が明らかになっていくにつれて、僕たちもどんどん暗くなっていきました。その時のことを考えると、今日ここ京産宮城で試合を開催できたことが信じられません。震災後、選手みんなで自分たちには何ができるのか、自分たちは何をすべきかを議論し考え抜き、東北の地に戻れる日を待ち続けました。そして開幕5日前、選手みんなで初めて仙台に戻ってきました。変わり果てたこの東北の地を目と心にしっかりと刻み、遅れて申し訳ないという気持ちで避難所を訪問したところ、皆さんからお帰りなさい、私たちも負けないから頑張ってねと声をかけていただき、涙を流しました。その時に僕たちは何のために戦うのかはっきりしました。この1ヶ月半で分かったことがあります。それは誰かのために戦う人間は強いということです。
東北の皆さん、絶対に乗り越えましょう、この時を。絶対に勝ち抜きましょう、この時を。今この時を乗り越えた向こう側には、強くなった自分と明るい未来が待っているはずです。絶対に見せましょう、東北の底力を。本日はどうもありがとうございました。しかしこの年は中盤まで CS 争いを繰り広げるも、中盤に失速して5位。この時島星は自身の不振、チームが勝てないこともあり、円形脱毛症になるほど追い込まれていたといいます。そして巻き返しを誓った翌2012年シーズンも4位となり、3年連続 B クラスに沈みました。そして2013年、チームは5月に2位に浮上すると、7月には首位に立ち、以降は首位から陥落することなく、9月26日の西武戦でパ・リーグ優勝が決定。西武浅村内野手から三振を奪った瞬間、島星は両手を突き上げマスクを放り投げた後、マウンドへ駆け寄り田中投手に抱きついて号泣しました。震災から2年半、島星は時間が止まったように感じた、しんどい時もあったが今日の優勝で報われたと、溢れ出る涙を何度も拭いながら話しました。そして王者巨人と迎えた日本シリーズでは7戦目までもつれる展開となり、最後は無敗のエース田中将大投手が矢野健二外野手から三振を奪い、見事日本一。選手スタッフの多くが涙を流して喜びました。この時の瞬間を、この年から楽天に加入した斉藤隆氏は、島が見せましょう野球の底力をと話す映像が何度となく流れたように、選手たちが背負い込まざるを得なかったものがいかに大きかったか、それを勝っても投げなかった僕は感じてしまったと語りました。というわけで今回は震災時のプロ野球を振り返りました。10年前震災によって家族を失った人たちがいます。昨日まではいつもと変わらない生活を送っていた大切な人たちがたった1日でいなくなってしまった人がいます。今自分の隣にいてくれている家族はいるのが当たり前ではないと改めて感じました。いつ何が起こるかわからない、今一度身近にいる人たちに思いを馳せ、自分たちができることをやることが大事だと思います。では今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。